富山タワーから見た富山港。日本行きのフェリーが停泊している。19世紀末から20世紀初頭頃の富山港。富山港韓国内の一富山港は大韓民国の富山港行き市にある港湾である。港湾法上の第一志向に定められており、大韓民国最大の規模と貨物取扱量を誇る港湾である。現在では世界トップクラスのコンテナ貨物における ハブ港湾へ成長しており、コンテナ取扱い量世界第5位の港湾となっている。1988年と2017年古くは和漢が置かれ、津島藩取市朝鮮の公益地であった。1877年の日朝修好条記で朝鮮が開国した際には開港地となり、港湾都市、富山の発達を支えた。1990年代以降は、 コンテナ港湾として大きく伸び、大韓民国最大の港湾となったのみならず、高尾港、上海港などと争う東アジア最大級のハブ港湾となった。富山港のコンテナターミナルは、世界各地からのコンテナを韓国国内に輸送したり、日本や中華人民共和国の地方港向けの路線に積み替えたりする拠点となっている。一方、従来の港湾施設では増大する。 コンテナ貨物に対応しきれなくなっているため、1997年より、富山広域市西部の厚生区から、京商南、道畳原市沈海区にまたがる地区にて、富山振興の整備が進められており、2006年より順次供用を開始、機能を分散している。旅客航路を扱う施設は、国際旅客ターミナルと沿岸旅客ターミナルに分かれており、前者からは、 日本各地へ就航する定期航路が就航している。勝手は、不山港広島港、銀河号が運航されていたが現在運休。不山港湾港社の統計によると、同港を利用した人は2018年は143万2455人で、あったが、日韓貿易紛争が発生した2019年は93万7139に止まった。ありがとうございます。